さあ続いてのチームは GTS。 いいですね、全員白で衣装を合わせてるんですけれど、あの頭のアクセサリーなので全員個性が非常に分かりやすいですね。さあ日本語ラップから始まって軽快なビート、いいですね。1曲目に日本語ラップ鉄板、ああネバギブアップ、いい表情ですね、もう最高。さあなおセパレートして、次は何を見せてくれるんだ、何が飛んでくる、おっとキュッと締まったタックルからのフロアに入って、おっといいためですね、類いまれな運動神経、そしてためてこれスワイプじゃなく半ひね猫中からの吸収ダンジチェアですね。さあブレイクビーツに流れを変えて、おっといいですね、今のマニアックなスライドをため、さあおっとすごい三角定規見て、サウスの授業出てきそう。さあ何を見せてくれる、さあダブルススピードステップ、ブレイクビーツで軽快な流れの中、おっとちょっと引っかかってしまったが全く流れ止まってなくて、いいためですね。さあかっこいい、いや素晴らしいですね。この女の子2人もですね、やっぱりこの巻いているハンカチがいい味出してますね。さあこのパーカーボーイ素晴らしいバイブレーション、一つのショーの中でさまざまなスタイルを楽しむことができる、まるでよりどりみどりビュッフェのようなヤオヨロズスタイル、ブタブルダッチです。これもですね、それぞれのメンバーの個性から溢れているスタイルだということに要注目でございます。さあ次は何を見せてくれるんだ GTS、 ワン・ツー・レッツ・ゴー・アン、フェイクからの、おっと後ろ向きながら前に進むっていうのは見栄えが面白いですね。そしてまた彼が入って、足長えな、めっちゃ見栄えがいい。さあこの人がですね、入れ替わり立ち替わり、1人がずっと飛ぶのではなくて、もうこうやってですね、倍速パーツを整理させるっていうのが新しいダブルダッチの流れを感じさせます。さあ前下がって憎いですね、カイ君みたい。さあからの、いや運動神経、彼のタックルはですね腹筋半端ないですよ。さあ素晴らしい演技見せてくれました GTS。